ております。メールでのご参加はchira.st.radio@gmail.com chira.st.radio@gmail.com。 ツイキャスでも配信しています。そちらからもコメントを送ることができます。ツイキャスで参加される方はツイキャスアプリで FM 那覇で検索してください。またリッスンラジオというアプリでも視聴することができます。ツイキャスや YouTube の配信ではお届けできない曲や BGM も楽しめます。そして番組の Twitter アカウントもございます。 Twitter アプリでチュラステで検索してください。この番組は国際通りにあるライブハウスチャクラさんの提供でお送りします。はい、というわけで、うん、週の始まり月曜日始まりました、うん、チュラステでございます。イエーイ。はい、とりあえずはねちょっと今日裏がドタバタしております。バタバタだね。ねえ、まあ、慌ただしいね。ラジオとして、ね、聞いてくださってる方はなんじゃいと思うんですけれども、はいはいはい、多分ねツイキャス見てる方はいろいろ聞いてくれるんじゃないかなって、ね、生放送ならではじゃない、うん、あのね、もうね僕たちもねツイキャスの画面は僕見えてるんですよね。はい、でちょっとあの今日、まあ、サクッと言うとゲストさんが来てそうです、はい、はい、いるんですけども、うん、まず今の段階で、ゲストさんが喋ったことが僕らに聞こえるのかどうかわからない画面にゲストさんは映ってるんだけど僕らの声が届いているかどうかも今の段階だとわからない。あ、届いてるってよ。 OK OK サインが、うん、あ、よかった。で、絵面としてはすげえ濃いっていう、濃いね今までにないすごいね。まあ、多分チュラステ4分割も久しぶりだよね多分ね。そうだよね、久しぶりなんですね。まあ、前パーソナリティ4人いた時があって、うん、あ、多分 2,3 回だけど4人揃ったことあったよね、うん、そうだよね、本当レアだったけど。そう、その時に4分割はしてたけども、うん、久しぶりの4分割すぎて僕の画面がちっちゃくて見えない嘘つけめっちゃ見えるわ目が悪いんですよ。あ、そういうことか、なるほどね。まあまあまあ、ちょっとね、今裏が全部準備ができて OK サインが出たらゲストさんも紹介しようと思ってちょっと待っててね、ちょっと待っててねっていうところなんですけれどもはいはいはい、はい、まあとりあえずは、うん、久しぶりの生放送2週間ぶり。そうですね、そうです。はい、楽さんはどうですか、うん、慣れましたか。なんとなくだいぶ多分ね、奈々さんとはね仲良くなってる気がする。そうだね、この前もね収録放送で楽さんも一緒にね、染ちゃんと初対面だったんですけどはいはい、はい、なかなかシュールな会になりましたよ。あ、ね、そこはね僕久しぶりに収録に、うん、まあまあ、うち基本ねさ、ゲストの、うん、入れなかったら3人体制っていうやり方やってたから、うん、僕、まあ、顔出しても収録参加しなかったじゃないですか。ツッコみたくて仕方ないねおいって、まず染め楽のお見合い度確かにご趣味はじゃねえんだよみたいなさこれ来週のね収録放送を聞いてもらえれば多分分かると思うんですけども、うん、もう後ろでずっと我慢して僕やりました。いやー、ほんと なんだろうな、うん、目が合ってると思うんだけどなみたいな、なんかおかしいなみたいな、まあラジオだからね、うん、そうね。いや、これだって対面でお互い様子見てたら、ああ、この今日みたいにできないよ。今日のゲストさん遠方だからね。そうですよ ね、それはそれは確かにね。もうお互いお見合いになっちゃったら無言の時間が続きますよ、うん、あらまあ辛いね、それは克服していかないと。とりあえずは、うん、でも一応ね、うん、奈々ちゃんも、はい、ラクさんも、うん、まあ、ちょ今日のね、うん、本題というかゲストさんはご存知、うん、申し訳ございませんが申し訳ございませんが、なるほど、奈々、はい、ちゃんは。私は前回おめでとうコーナーでだっけ、うん、ルルさんからの紹介で聞いて知ったという感じで。なるほど。その後何回か YouTube とかは拝見させていただいて、うんうん、多分ラックさんはそういう意味じゃまあ先々週ね今月入ってから、うん、そうなんですよ、こちら捨てに加入という形で研修生で入ってるので、うんうん、その前の放送とかでちょこっとね、うん、実はこのゲストさんと絡みがあるんですよ。なるほどなるほどなるほど、そういう経緯が一応あったという、あって、うん、ただ、うん、はいはいはい、まあ、直接お会いという変じゃないけども、うん、まあ、まずお会いしたことがもちろんないんですね。でお声を聞いたのも、うん、多分話をするというところでお声を聞いたの、うんうんうん、多分今の段階僕だけのはずです。そうだね、
ち合わせもちょっとしたので、はい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 、ただ僕あの基本的に、まあ、人狼ゲームとかもそうなんだけど、あの喋ったことあんまり覚えてない方なんでダメじゃないですか。打ち合わせでいろいろと多分盛り上がって喋ったんだけど一切覚えてない。それは大丈夫なのか。大丈夫だと思う。本人悲しむ。大丈夫。いやいや、もうだからこそ今日また新たにね、いろいろとお聞きできればと思ってはいるんですけれども、ね、私たち打ち合わせでの情報を何も得ていないので、そう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 、お呼びするにあたって、はい、ご本人さんにね、はい、ちょっとこういうのとかは嫌だなとかそういうのありますかって、まあ、これ全部のゲストさんに聞いてることがあるじゃないですか。聞かれた聞かれた、そう、嬉しいでしょ。これにはちょっと触れないでみたいなね、あったあったあったら聞いたんだけども、まあ、おおむねそのチュラステを普通に楽しくやってれば問題はないだろうっていう僕の結論がありましたので、もうその段階から打ち合わせがただのトークになりました。出ました、あるある。なんかそういうのあったなって今思い出しましたもん。そうだね、ただの話になったなっていう、はい、じゃあまあまあ引っ張っても仕方ないんでね、裏の方から OK 出ましたので、そうですね、ここでお呼びかけをしながら、うん、ちょっと軽く自己紹介をしていただければと思うんですけど、ワンチャンね、お呼びかけした瞬間から聞こえねえぞってなる可能性があるんで、あるね、まずはちょっとお呼びかけをします。はいはい、はい、じゃあ本日のゲストさん、おしゃべりください。コンジャスティーす、コンジャスティーす、聞こえますか。聞こえます、聞こえますよ。よかった、コンジャスティーす、はい、コンジャスティーす。ご本人様から名乗りと自己紹介をお願いします。はい、リアルとバーチャルで活動しているヒーロー、電撃戦士ジャスティスです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、ぜひ今日は ねリスナーさんでツイキャス見てほしいの。そうだね。すごいヒーローがいるよ。ヒーローがいるよ、すごい、ほんとすごい、うん、嬉しい。もう今日は変身状態で来てくれたんですね。はい、そうです。確かに、うん、はい、まあじゃあ僕からちょっと、僕がちょっとこういう方面で好きな方なので、なるほど、じゃあ僕からジャスティスさんをちょこっと軽く紹介しますと、はい、はい、ありがとうございます。先ほどリアルとバーチャルで活躍するというふうにご本人もおっしゃってました、うん、よくねヒーロー活動されてる方、ご当地ヒーローとかいらっしゃると思うんですけども、うん、まあ、基本僕らがこうやって見てるようにこう変身状態でね、うん、いろんな舞台とかいろんなところで活躍をされてること多いんですが、うんうん、ジャスティスさんなんと変身前も活躍してるんですよ。お、変身前はね、変身前でね、 VTuber としてのバーチャルの中で、うん、出ました、はい、正義野心という、野心、お名前で変身前状態も皆さんの前に表しているという、はい、正々堂々とかかってくるなら来いやみたいな状態でね、うん、もう全部がヒーローだね。もうフルオープンです。そうだね、はい、活躍をされていて、今日はノーマル状態だけども、実はこの後にもう一段階変身もあって、え、そうなの？そう、それもね、パワーアップします。はい、パワーアップするんですよ。エナジーを得て、すごい。っていうのがあるんですよね。はい、あります。はい、すごいいっぱいなんか調べてくれてるというか、ありがとうございます。情報。かっこいいんだもん。だって、いや、そうね、それは本当に。いや、まあ。その多分奈々ちゃんも言ってたように、そのちょこっとうちのチラステと関わりがあるというところでも、うん、サブカルなんなのっていうラジオ番組さんがありまして、そこで前ジャスティさん一回ゲストに出ております。はいはいはい、なるほどなるほど、はい、でもうね、ジャスティスなんで沖縄でこんなに知名度上がってきちゃったんだろうね。え、なんででしょうかね。自覚なし。いや、まあなんででしょうかねって言っときながら、沖縄の VTuber さんで、はいはいはい、ネマウイちゃんっていうのが沖縄部っていう、はい、VTuber さんがいるんですけど、いらっしゃいますね、はい、もうその VTuber さんの大ファンで、おお、で、まあ、それをきっかけにちょっと沖縄が大好きになったんですけど、嬉しい、でもそういうなんかね、はい、本当にそれで、うん、ツイッターでいっぱいもう沖縄大好きってつぶやいてたら、ルルさんが見つけてくださり、はい、それでちょっとラジオの方に、はい、出させていただきました。わー、なんか嬉しいね、なんかね、東京とだから本当に結構東京のジャスティスさんの状態なんですよ。あ、確かに確かに。はい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 、はい、現場のジャスティスさん。すごい時代になったね。ラジオだとちょっと前だと、まあ電話とかね、うん、テレフォンショッキングじゃないですけど、某番組の出てくれるかなじゃないんだけども、そういうのはあったかもしれないけども、実際に映像でね、うん、
喋りながらこうやってつながりながら、はい、まあ、配信ができるという。確かにこれだからこそだけども、ぜひね、まあ、その沖縄部のネマウイちゃんというつながりもありつつ、はい、まあ、ルルさんやら何やらも紹介してるっていうところですけれども、多分まあ、1時間フルでラジオ出るっていうのはジャスティスさんはお初でございますかね。初めてですね。わー、やった、光栄です。はい、この場に入れて光栄です。しかも、ね、今日は裏と連携が取れるか不安だったので、途中に音楽も挟まず1時間ぶっ通し喋ります。喋、まあ、るのは、まあ、あの配信をねよくやってるので、まあまあちょっとは慣れてるかなと思います。いろいろと出してるんだよ。素晴らしい、うん、なんでヒーローが沖縄そば作ってんだろうと思ったけど。そうなんですか。はい、ちょっと動画でね、あの沖縄そばを作る動画も出させていただきました。私ですら作ったことないのに、ねね、ま、ジャスティスとちょっと絡んで、その打ち合わせでも話したんですけど、うん、ジャスティスもまあ、今東京にいて、うん、で僕ももともと神奈川でっていうところで、うん、まあ、沖縄県民お二人いるじゃないですか、うんうん、ジャスティスのね沖縄そばの動画を見ながらね思ったんだけど、うんうん、沖縄そばってよもぎって入ってるっけ。はい、まあ時たま。時たま、え、よもぎほら取り放題とかあるじゃん。あれ、うちは入ってない。あ、あれ、普通に寄り切り。あ、でも、でも確かに地域というか、やっぱ結局よもぎって高いから、なんか あれとヒージャージルと一緒だよ。あの消化にいいみたいな。おやおや、ちょっとね、ちょっとね、これあのなんだろうな、え、ジャスティさん、あれ一応ルルさん監修だよね。そうです、そうです、あれはもう沖縄県民代表ルルさんからちょっとお話をいただいて。なるほど。はい、入れました。おー、まあでも入ってないわけではないですよ。入ってないわけではないということはお伝えしたい。あの確かに入ってるのはちょっと高級なんだろう、なんていうのかな、ちょっとグレードアップしてるのかな、まあ、確かにね、言うてね、うん、あのジャスティスのそば、すげえ豪華だったんだよね。へー、豪華だったですね。あのよ、卵入ってて、うん、3枚肉10枚ぐらい入ってて、やばで、そうです、ナルトとかまぼこが、待って、ナルトとカルバは、え入らない、入らない、入らないよ。ルルさんに文句言う。ちょっとルルさん、そうですね、何かあったらルルさんの方にちょっと、あ、そんな攻めることはできないけどさ、痛い系なその観光客じゃないけど、これの沖縄っていうね。はい、そう、初心者なんで、あ、そう、もう本場のってすごい意気込んでたから、うんうんうん、もうジャスティスは本場のだと思ってるよ。あ、じゃあもうそれはジャスティス沖縄そばで、ジャスティス沖縄そばとして、なんだそのなんかコラボカフェで出てきそうなやつ。そうそうそう、コラボ麺みたいな、本当に、まあ、正直完成した時になんかもらった写真と違うなと思いましたけど。まあ、あれはあれで豪華だったんでいいかなと思いまして。そうそう、なんですよね。よかったら、はい、見てる方もね、YouTube でジャスティス沖縄そばとか調べれば出てくると思うんで、はい、本当にジャスティス沖縄そばだったと思わず今、はい、見てもらえれば。じゃあ結構ね、その打ち合わせでもお話ししてたんだけども、はい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 、そのジャスティスの活動が、うん、そんななんか悪の秘密結社と常に戦ってるヒーローではないんですよ。なるほど、なるほど。本当にいろんな活動をしつつ、はいはいはい、でもね、本当にヒーロー活動としてだと、もともと僕の、まあ、地元というか神奈川のね、はい、湘南でゴミ拾いをしてたりとか、素晴らしい、そういうヒーロー活動をされてるんですけども、うん、まあ、それとともになんかね、スペシャルアームで書き初めやってたりとか、そう、はい、いろんなのが動画に上がっていて、本当になんかお子さんが暇つぶしにちょこっと見るような5分ぐらいのいい感じの番組だよね。はい、素晴らしい、いいですね。ちょっと見やすい短い動画を中心に投稿してますね。いいですね。そう、で引っ張ると、でも沖縄そばは結構尺取ってた。あ、でも愛が強い。あれはもう、ルルさんゲストだったんで気合い入れてたからね、はい、スペシャル動画ということで素晴らしいですね。ありがたい。知ってるかどうか分かんないけどね、最終的に掟破りのピーピングライフみたいにね、リアルの正義野心がご飯のレポートするっていう、ジャスティス変身解除してるんだけどみたいな。
のがちょっとあの面白い動画としてはね、尺、まあ、スペシャル動画だよね、そういう意味じゃね、はいはい、いつもと違ってたりとかしたんですけども、はい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 、どう、まあ、だってラクさんなんかさ、はいはい、ゼロワンキルぐらい好きでしょ、特撮、あ、もちろんもちろん、なんかなんとなくなんか特撮のここら辺のなんかオマージュなのかなとかって思う部分もあったりとかなんか、あ、なんかね、やっぱかっこいい、かっこいいではあるなとすごい思いますよ、もちろん、まあ、僕ジャスティスだったらエナジーバージョンの方が好きなんだけどね。何ですかそれ、すいません、すごい気になる、エナジー後で見て、あのね、ツイッターでもね写真見れますんで、ちょっとね、ちょっとなんだろう、丸みがね、こうなん難しい、表現が難しいな、なんかちょっとね、こうアームがついてゴージャスなのよ。アームがついてゴージャス、アームというかその装飾がね、こうきらびやきゃになって、きらびやき、きらびやきになられて、なんかあの本当パワーアップっていう感じでねなってるんだけど、まだそんなにジャスティスエナジー状態での動画はそんなに出てないかな、まだやっぱね、詳しいですね、あれはもう戦うためのフォームというか、あー、そっか、バトルフォームか、あれは、はい、そう、へえ、写真とかだと、なんかいいですね、なんかそういう戦うためのフォーム、つまり沖縄そば作ってる時は普通のフォームだったということで間違いないですかね、間違ってなかったなんなら元の方に戻るみたいなね、そうだね、本当にシュールだったよ最後、あの実際 の、 ご協力してくれてるスタッフさんとは顔が隠れてるんだけど、うん、その横にあの変身前状態 の、 あの正義野心さんが、うん、こう俺が本気見せてやるって言って映ってるんだけど、本気なんか本当にあのシュールだなまあでもなんかね、なんかいいですね、そういうちょっとなんかゆるさもありつつみたいな ね、 あ、でも今日もあのいろいろとコメントが来ておりますよ、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、あのルルさんからおすじゃすとか、あ、早速ルルさん早速来てるよ、早速後でこれあのクレーム行くんでよろしくお願いします、優しくしてあげてくださいとか、あとはあのアラさんから、こんばんは、久しぶりのリアルタイムですっていう風に来てますね、はい、こんばんは、ございます、まあ本当にね、キリエゴダイコさんとかもうこの前さ、コンジャスティス、もうコンジャスティスが定着してる ね、 いいですね、我々も行っていきましょう、コンジャスティスいつも行ってるんで、コンジャスティス、コンジャスティス、これはこんにちはにも使えるんですよね、つまりコンだから、そうですね、コンジャスティスはもうこんばんは、こんにちはに使えて、お疲れ様はオツジャスティスで、おーいいですね、じゃあ今日最後はちゃんとオツジャスティスで、ね、そうです、そうです、言い方としてもう決まってるのね、オッケーオッケー、はい、ぜひ使ってください、はい、ちょっと流行らせたいね、確かにせっかくでもね、こんなにね沖縄好きでいてくれるからなおさらですよ、うんうん、じゃあでもね、つくづく思うのよ、あのジャスティスさん、あのいろんなヒーロー、あの他のね、うん、あのヒーロー活動されてる方とかが、うん、ツイッター上で絡んでたりするんだけど、うん、まあちょっとあの関わりがあるヒーロー系のね、うん、方とのアカウントのやり取りで、うん、あの最近僕沖縄で知名度上がってきましたよって書いた時に、うん、沖縄って普通にボソって書いてあるっていうなんで沖縄でそんなにみたいな、多分みんなが疑問に思ってることなんだこれ結構でもジャスティスが活動をメインでしたのはやっぱ関東ですよね、まあ、そうですね、基本的にはまあ東京のヒーローなので関東中心に活動はしてます、そう、へー、ちょっとね、まあ、僕自身がやっぱそういうの好き で、うん、でまあ、バイクとかも好きだったから、うん、そのいろんなとこ行ってそういう活動してるのを見てたので、うん、まあ、最近いろいろとフォローはしてるんだけども、はい、ほんといっぱいいる、へー、いろんなところで活動してるヒーローさんもいるし、うん、もちろんヒーローがいるっていうところで悪の秘密結社もいるし、へえ、怪人もいるし、へえ、日本は大丈夫なのかっていうぐらい本当だよそう、それででもね、ちょっと不思議なのがね、ジャスティスさんとね、悪の怪人さんもちょっと絡みがあったりするのよ、どういうことですか、ごめんなさい、え、ジャスティスさんご本人から聞きたい、あ、じゃあジャスティスその話は聞けますえ、まあ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 、ローカルヒーロー界隈って結構そのなんだろう、ショーとかキャラクターショーとかって言って、うん、まあ、戦ったりするショーもあるんですけど、うん、まあ、あのグリーティングって言って、はい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 、まあ、お客さんと写真撮ったりだとか、うん、まあ、そういうなんかちょっと緩い感じのもやってるんですよ、なるほどなるほど、そう、そういうところを通してこうやっぱ怪人さんともね、あの触れ合う機会がヒーローにもありまして、
はい、怪人さんと次第に次第に仲良くなったりもしたりしなかったり結局するわけですよ。平和というかなんか多分2人が知ってるかどうか分かんないし、リスナーさんも知ってるかどうか分かんないんだけど、これ言いたくて、あのね、僕の好きな漫画とアニメのやつで、あの天体戦士サンレッドっていう懐かしい作品があるんだけど、あの後藤その小さい地域のヒーローと、なんか怪人、むしろ怪人の方がなんか誠実に生きてませんかみたいな漫画があるんだけどね、なんかジャスティスのそのツイッター界隈を見てると、それを思い出してしょうがない。優しい世界、なんか、ね、まあ、悪は悪だけどね、でもみんなをこう元気づけたりとか、要はあの生ハゲとかと一緒だよね。なるほどね。そう、こう悪だけど悪い子はいねえかみたいな感じでやってる活動さんもいらっしゃるっていうところでは憎めないっていうのがあるんですよ。なるほど、なるほど。そうなんです。へそう、だからなんかね、最近ちょっとタイムラインを追うのが楽しくていやもうぜひあの沼に使ってください。僕あの気に入ったことがあると大体ずっとこういいねとリツイートが回るので、だってもう今の前半だけですごいから情報量あれフォグディからの情報量すごくないみたいなところで、まあツイハイなので僕基本はジャスティス絡みも含めて、あとはまあルルさんがね、あのアイドルの活動をされてる方がとかってやると、やっぱその情報も回ってくるし、もうタイムラインぐちゃぐちゃですよ本当に。なんかね、今日はせっかくね、あのツイキャスでもジャスティスのファンの方々が見ていらっしゃってるから、ね、そう、あのせっかくなんでね、なんかあればコメントいただければね。そう、あの ね多分ね、これはそのジャスティスファンから、あのもうやっぱ周知の事実なんだろうね。あの絵付けの件ですねって来てるんですか。待ってください。どういうこと？これはどういうことですか、ジャスティス。あ、その件についてですか。はい。はい、まあそうですね、さっきあのヒーローと敵がちょっとなんか仲良くしてるみたいな話があったじゃないですか。なるほど。まあそれの続きになっちゃうんですけど、はいはい、まあ、ちょっととあるね、あの仲良くなったこうヴィランさんがいるんですけど、はいはいはい、敵役がいるんで、はいはいはい、ちょっとお昼にお食事をお誘いされまして、デート。なるほど。まあ、ちょっと自分はまだ活動して2年目なんですけど、はいはい、はい、そのもうなんだろう、プロヴィランさんはもう10年活動してるプロヴィランさんなんですけど、長い、はい、もう大先輩なんで、はい、もうスッてついてって、はい、はい、でもね、お昼をごちそういただきまして、仲良しで、それをさらにツイッターに投稿したんですよ。はいはいはい、はい、これ名前って言っちゃって大丈夫なんですかね。基本はジャスティスが良ければ大丈夫です。そうなんですか。まあ多分大丈夫でしょう。まあ白大丸さんっていう方なんですけど、はい、白大丸さん、はい、ちょっと九州をね、中心に活動されてるヴィランさんなんですけど、ちょっと白大丸さんと、はい、白大丸さんに絵付けなうってツイートしたんだ。絵付けされてるなうってツイートしたら、ちょっとこう絵付けっていう単語が広まってしまって。そうですね、それはちょっとネタとして、ね、がありました。なるほど。この修羅王丸さんもね、ツイート面白くてね、今日どっかに出張というかね、お出かけしたらね、そっから帰ってこれないって書いてあった。何があったの。多分ね、飛行機飛ばないんじゃない。あら。天候の問題なのかな。あら。そうなんです。ちょうど昨日青森の方でヒーローショーに出張行ってまして、お、はい、そしたら飛行機が霧が濃くて飛べないってことになって、もう一日観光するみたいです。なんかやっぱね、いろいろ活動の幅が広いんだろうね、長年活動されてると。あれね、ヴィランもだけどヒーローもだけど、人情味にあふれているね。そうなんかね、ちょっと今聞いててほっこりしてしまって。そう、大好きだの俺こういうの。身近に感じるから、そう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 、これ打ち合わせでも出たんだけど、ね、ジャスティス、ジャスティスのなんだろう、イメージが近所のお兄さん。はいはいはい、はい、そうなんですよね。ちょっとかっこいいところも見たいなみたいな、いい楽さん的には。かっこいいところ。なんか決めポーズじゃない、決め台詞。ああ、ね、確かにヒーローといえば、ね、そう。俺これ振ると思ってなかったから、俺そんな打ち合わせはしなかった。ダメよ、
そんなそんなのファン喜ぶ、もっとねそういうあのオフなところをファン喜ぶのだから。俺でもそういえばジャスティスの決め台詞ってほら知らない、おしゃべりばっかしてないで。決め台詞ですか。あんまかっこいいところないからな、ジャスティス。あ、でもそれもそれでなんかそれもそれでなんか可愛いみたいになる、ね、絶対ね見たい、なんか見たいですよ、なんかあれ、まあ、あの正直なこと言うとちょっと今ねあれなんですよ、お家なんで、はいはいはい、あんま大きい声が出せないんですけど出ました。ちょうどいいトーンだったらまあできるっちゃできますけど、でいいですね、ちょうどいいトーン、これ映像に残るから、はい、最高だ、ぜひやってほしい。このあんま大きい声だとこうかっこいい感じになるんですけど、ね、あなるほど、はい、このトーンだとちょっとあんまかっこよくないかもしれない。ちょっとリバーブの準備ちょっとエコーもかけつつ、エコーかかるんですかこれ。かかると思います、今ウルカ準備してるんで、じゃあお願いします。じゃあ行きますよ。 OK ですか。周囲の安全確認、感電注意、電撃戦士ジャスティス。おいい、エコーかかるとかっこいいな、かっこいいかっこいい、ちゃんとエコーかかってました、いい感じに。そう、これ多分ね本人には聞こえてないかもしれないけど、うん、こっちにはちゃんとエコーがかかった状態で、うん、おのもう今いいですかからね、いいですかぐらいからエコーかかってたけど、およねえかっこいい、よかったよかった、ヒーローだ、ヒーローだよ。俺ちょっとテンション上がるわこれ。ほらこういうのだよ、 今ヒーローじゃないみたいじゃない。確かに。あ、いい、めっちゃそうね、実際なんかその俺はその本当に身近に見てるので、なんかこう、あ、今日はこういうことやってんだとか、なんかジャスティスを見てるからこそ逆にヒーローとして見てなかったかもしれない。そうだよ、だってちゃんと決め台詞聞いてた、周囲の安全確認って言ってたんだよ。 そう、そこら辺もちょっと聞きたいじゃないですか、うん、何も事前情報がない我々にとっては。あジャスティスが確かに、ジャスティスのちょっとね、そう気になってたんですよ。ツイッターはもちろんちょっと軽く見させていただいたんですけど、背中に電源スイッチがあるなと、ブレーカー、ほらちょうど今ほら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 、はい、 あります、うん、そうこのジャスティスさんね、背中にスイッチがあって、うん、あれちゃんとスイッチであのガコってできるらしいよ。なんだろう、へえ、ちょっと自分じゃできないんですけど。かわいい。やる気スイッチみたいな、誰かいない。そうそう、かわいい、かわいい。それってなんかあるんでしたっけ、スイッチ意味。いやだからいや、はい、どうぞ。一応これオフになると、はい、もうパワーがなくなっちゃうっていう。あ、はい、リアルスイッチ、リアルス、確かに。待ってごめんね、あのさっきね今ね、あの周囲の安全確認とかなんかちゃんと電気は切ろうねみたいなことになるのかなって思ったら、まさかの自分自身の電源オフと思ってなかったから。あ、うーんと。じゃあね、本当なんかその理由としてね、うん、まずジャスティスの武器が、うん、武器がね、ほんとただの工具が映ってたりとか。あとはまあそう、うんうん、筆とか、そうですね、そう、まああのジャスティスのこう元っていうかモチーフがあの電気工事士って、あ、はい、あの電気をこう扱う仕事のモチーフなんですよ。まあ、あの自分自身が電気工事士の仕事をしてて、なるほどっていうのがあるんですけど、最初にそういうのですよまず。沖縄そばとかじゃないのよ。違う、違った、違う違う、もうね大前提から教えてもらわないとわからないのよ。それは知ってた。じゃあ紹介してくれ。なるほどなるほどなるほど、そうだから、そうなんです、あのちゃんとあの腕章というかね、もうさ、はい、意味わかんないよ、いきなり筆とかハンマーとか持ってるんですよって言われても、ええって言われて、ジャスティス助けて。なるほど、せっかくなんで、うん、あのそうですね、ジャスティスがどんなヒーローなのかっていうのを、うん、今続きで軽くね説明しますかね。はい、お願いします。本当に。まあそのさっきも言ったように電気工事士がモチーフのヒーローで、はいはい、で、まあ、ここのおでこにこうついてるのが、まあ、デコライトって言って、あの工事するときにこう手元を光らせるランプがついてたりだとか、うん、これがもうヘルメットになってるんですよ。うん、なんかなってましたよね。そう、はい、そんな感じで工事、電気工事士が、なんだろう、道具とかがモチーフになったヒーローですね。はい、で名前の電撃戦士ジャスティスっていうのもその電気の、
電気工事士だから電撃戦士っていう名前になってます。なるほどなるほどなるほど、はい、ちなみにあの悪の相手とかっていうそのまあメイン的なヴィランズは ね、 そ う、 ねそう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 の一応敵というかまあ自分が戦わなければならない存在っていうのは、うん、地球外から現れたノーグという存在がいるんですけど、それはもう地球の電気を食べ尽くそうとする存在なんですね。なるほど。そう、それを倒すためにジャスティスに変身してるんです。なるほど、はい、です。はい、なんでそんなドヤ顔なの俺もう知ってるもんねのやつあとあれだよ、よくいるさサポートキャラクターみたいなのがいるじゃん、うん、ヒーローとか、はい、そうですね、ジャスティスにもいるんだよ。聞きたい。このねジャスティスの変身するためのシステムをね作ってくれた方がいるんですけど、はいはいはい、まあ、それがね自分の働いてる、まあ、電気会社の工場で働いている、はい、工場長っていう方がいるんですけど、そのキャラがねこの変身するベルトを作ってくれたりねしてくれてるんです。やっとローカルヒーローっぽくなってきたよそう、出だしからヒーローだった。違う違う、出だしからヒーローなんだけど事前情報がなんかぶっ飛びすぎててなんか、まあ、今のところ沖縄そば作って絵付けされてるヒーローですそう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 、確かにうーんみたいな。超工場長ジャムおじさんみたいな感じでいいほのぼのしたキャラクターなんよ。素晴らしい、いいですね。基本的にあの工場長出てくるのは、うん、その変身前状態のね、正義野心と、まあ、いろいろとこう話をして、で、まあ、ジャスティスに変身した状態の時のそのパーツ先の、書き初めのためのね、はいはいはい、スペシャルアームを開発しましたとか、そういう形でサポートをしてくれるっていう存在がいるんですよ。なるほど、へえ。まあリアルももちろん、リアルというかそのヒーロー状態のところももちろんなんですけど、あれですよね、うん、まあ、バーチャルの時の状態もなかなかすごくクオリティが ね、 ね、高いですよね、うんうん、ありがとうございます。めっちゃ動くね。今日もなんかわざわざラジオチラステって書いてくれてるね、見た、素晴らしい、嬉しかった、ね、嬉しいと思って。そう、でもそういう意味じゃ正義野心の活動が基本的にメイン活動は、うん、沖縄部を押すという、あお推し活うん、まさかの。そうですね、ツイッターとかではよく押してますね。なるほど。まあ変な、こんななりって言っちゃあれだけど、めっちゃ絵うまいかんね。いや、びっくり、そう、ちょっと 見させていただきました、うん、先ほどね、うん、ヒーローでね、うん、これちょっと話を打ち合わせした時にね、はいはいはい、ジャスティスっていうか、まあ野心というかね、なんか趣味とかってなんかあんのみたいなこと言うときに、うん、趣味ですかみたいな言葉にジャスティスが詰まって詰まってうん、いや、うん、みたいな、いや十分絵って言っていいんじゃないせっかく言ったけどねっていうぐらい、なんかちょこちょこファンアートみたいなね、ねまういちゃんをそう押してるんですよ。ねまういちゃんを描いてます。ねまういちゃん可愛いもんね。かわいいちゃん可愛い、確かに可愛いよ。いやでもなんか、あれでも正義野心もかっこよくない？うん、かっこいい、かっこいい。あ、ありがとうございます。よかったらバーチャルの方もね、うん、動画見てくれたら嬉しいなって。そう。バーチャルの方はちょっとほっこり系ってことですかね、はい、この感じ聞いてる感じだと。そうだね、なんか活動ゲームしてたり、ラーメン作ってたりとか。うん、ラーメンこれもラーメンなんだよ。麺が好きなのかな。いろいろ。じゃあ、はい、好きなものはラーメンと生姜焼きなんで。そうなんだ、それ知らんかったな。あ、でもプライベートというか、ラーメン屋さんでもバイトしてたらしいよ。あ、すごい。そう、だからなんか昔はラーメン屋でバイトをしてたヒーローです。そう、お、人情味しかない。なかなかな、まあでもなんだろう、ご飯系はね、うん、やっぱこのリアルの方がメインだから、うん、ゲームで。ただね、なんかね、そのまあ沖縄そばの時は、うん、尺が、まあ、スペシャルだったから、そう、イレギュラーで解除してたんだけども、はい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 、なんかジャスティス状態で飯食ってなかったかい？あ、そうですね、最近動画でちょっと試みてみました。すごい。僕まだちょっとね、サクッと見ただけで、うん、何を食ってたのかとかまだ見てないんですけど、うん、ストローでなんか吸ってたよね。そうなんです。何、まあ、やっぱローカルヒーローに限らず、こう変身してるヒーローってこうやっぱ口とかがこうね、食べ物が食べれないじゃないですか、物理的なことを、はい、はい、そうですね。
なのでちょっとねそれをあの我々ジャスティスがちょっと解なんだろう解除というか解除できるようにしようじゃないかと、ね、なるほどなるほど、はい、考えて考えた結果、うん、あのこっからストローをピュッと出して、うんうん、ストローで食べ物を吸うっていう選択肢。あでもタピオカ食べれますねだったら。食べれる。なんかそうだね。一部の個体は食べれるっていうことが判明した。食べれる。うんうん、はい、流動食。なんかもう動画出だしもなんかモザイクかかってて何食ってんだろうっていうところになってたりとかだったんだけど。そうね。まあそれじゃタピオカとかそう吸う系だったらいけなくはないね。うんうんうん。そう今ちょっとうちのミキサーがね、うん、あのみんなにあの画像を共有をするっていうことをしてめっちゃモザイク怪しい何を食べたんだ、うん、そうめっちゃ怖いねラーメンとか吸ってるのかなそうだからなんかいろいろ活動だジャスティスはジャスティスでしてるし正義野心としてもなるほど、はい、してるっていうのが、うんまあ、動画で上がってるのでね、はい、ぜひぜひ気になる方は後でまたあの、まあ、今日多分ほぼチュラスでタグ付けしてご本人がツイートしてくれてるので嬉しい、はい、後々あのチュラスでからもそうですね飛べますから ねなんか我々も押されたいですね愛されたいですね、そうだね守られたいジャスティスに守られた れたいそれがいいヒーローの役目わあ若干俺不安が残るなんでですかなんでですかなんかねイメージ、うん、俺ヒーローショーというかそのヒーローとして活動してるジャスティスをまだ見たことがないからあなんか敵の攻撃に追われながらあわあわしながら逃げてるジャスティスが思えると思うんだけど絵付けってるとこ見てみたいね確かにそうですね戦ってるところねそうなんですよ今までねあの全くと言っていいほどね出てないんですよ、ね、そうなのようん、あらまぜひなんかあれだよね沖縄に来てもらった時に僕はあの、うん、なんだろうここのメンツであの司会のお兄さんお姉さんやるからやってほしい、ね、あ確かに、うん、それはいいですね、うん、ちょっと怪人フォグが出るからそれなのそう俺もヒーローがいいよそうジャスティス対フォグみたいなフォグみたいなゴジラ対バーサスみたいに言わんでそうそれそれいいんじゃない、うん、いいのうん、あの私たちジャスティス応援するからそう待て守られる役と応援する役みたいな、ね、おなるほどね お姉さんがいてあのよくこうさらわれ俺にさらわれるのかそうジャスティスお手柔らかにお願いしますいやいいですねなんかちょっと確かになんかその、まあ、ファンの方の気持ちが若干分かってきたというか ねなんかなんとなくこう言うてこの喋っていつもだったらまあ20分ぐらいで音楽流したりするじゃん、うん、もう今ね40分本当だよ、ね、そんなもう経ってるんですか早いなんか全然延長していいけどっていう感じそういうシステムないんで2時間番組とかでやりたいよねそうね分からんでもないけどもスペシャル実質のスペシャルだけど ね、まあ、ちょっと僕らもね喋りつつあのジャスティスとの絡みで、うん、まあまず最初の前半これじゃ自己紹介含めてね、うん、じゃあここからはちょっと ゲストジャスティスを迎えた状態であのチュラステの、まあ、通常営業というかやっとですけど、はい、あのコーナーも一つやらせていただければと思いますけども、はい、ジャスティスお付き合いいただいてもよろしいですかねはい全然 OK です、はい、じゃあ いつも通りこれいるのかなって思うんだけどやっとこうね、うん、今日の染川わはい今日は収録放送だと思ってました生放送でしたねそうです忘れててしまった絶対にミスるなよと言われてミスった最近のしまったミスったこと教えてくださいだそうですおい染川でもなんか納得する、うん、染川さんならや、まあ、ありえるそうね先週もあったからね楽さんもね染川も今日ジャスティスが出ることは知ってます知ってますおい染川なるほどねまあじゃあまあ通常営業として、はい、なんかジャスティスありますか最近のしまったミスった、うん、しまったミスったことなんですかねもうあまあジャスティスこう変身してるんですけど、はいはい、まあやっぱあのこうなんだろう変身してるこの状態こうなんだろうめっちゃギリギリ言ってるあるじゃないですかこうなんだろう
表面のこれがあるじゃないですか、はいはい、こういう部分が、はい、それがこの間ちょっとあの2020年の間にちょっとお股が裂けまして見た俺それいい持ってますね、はい、お股が裂けましいろんなねこう激しいあの動画動きをする動画を撮ってたらお股が裂けましてはいはい、はい、でそのままあのなんだろうまあいっかって思って放置してたんですよいいんだいいんだはいでそれでこの間ちょっとあの写真を撮ってたらお股が裂けた状態なの忘れてて写真を撮って全部撮り終わって最後確認したらお股が裂けててメンテしてやっちまったって、はい、それがやっちまったことですかね最近それだいぶのやらかしだよ ねこれ結構だったね俺その、ま、お股裂けた事件のツイートを僕見てたんですよ写真上がって即直すもんだと思ってたんだけどあれそんななんか見てわかるぐらいの裂けっぷりなんだろう結構ですうん、おま、ほんとなんだおけつがちょっとビリじゃなくておまただったマジでやばいじゃんそれはやばいこれは早急に直すべきですなんだろうこんなにゲストさんを初見でディスっていいもんって思うけどあのなんだ装着時に気づかんって思う確かに確かにねいや言うてわ分からんでもないからちょっとなんかあのこれ以上言うのやめとこうなんかあのでもなんかでもねそのね今までの流れからなんとなくそのあジャスティスの良さ多分こういうところなんだろうなっていうのは若干伝わってますなんか知れば知るほどハマってくるそうそうそうなんかあなるほどみたいななんか深夜番組見てる気持ちなんかなんだろうね深夜ラジオとか深夜番組とか起きまだ8時ですけどね結構でもだってそういう意味じゃあのここからこの話に発生していいのかどうか分かんないんだけどジャスティスすげえファンに愛されてて、うん、あの顔見た感じさなんかちょっと雪見大福チックじゃん、うん、そう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 なんか雪見大福になんかジャスティスのなんかあれを乗せて雪見ジャスティスみたいな感じのツイートが上がってたりとか可愛いなめちゃくちゃ可愛い愛されてます、ね、愛されキャラですえちなみにその何の動きをそのアグレッシブな動きをされてたっていうのは何の時だったんですかなんか踊ってみたを撮ってたんですよその時敵と戦うわけではなく踊ってみただそうですよなるほどそうですね敵と戦ってたわけではないんですけど なるほどはい尊い犠牲は踊ってみたのためです踊ってみた何を踊られてたんですかヒーローのあのキラメージャーっていう戦隊ものの、エンディングテーマを踊ってみたでやってたんですけど、なるほどなるほど。そしたら見事に、はい、避けました。そりゃ避けるよ。わかるあれキラメージャー。わかります。めっちゃわかんない、ね。キラメイチェンジね。キラメージャーっていうちょっと一個前のかな？今の一個前？うん、ん？今やって。今ちょうどもうちょっとで終わりそうなところですかね。なんか宝塚みたいななんかすごい、うん、なんかアグレッシブな。奈々ちゃんに伝わるかどうか分かんないんだけど、うん、よくあの5人揃ってみたいに5人が並んで名乗るような時もあるじゃん、うん、あの変身した後とかにねあのキラメイジャー組体操になるの最初組体操組み合わせ的にあのこう1人を担いで1人はここにいてみたいなので、うん、2人2人1人でポーズを取るんだけどフィギュアスケートみたいなそう揃わなかったらダメじゃんねそう確かにねでもなんかすごい運動神経が良い人たちみたいそうだねなんか それ確かに避けるか避ける確かに、ね、それを一人でやられたってこといや、まあ、踊りがね踊りがねあそうですそうですエンディングがねそうそれをやっててのじゃあそりゃ避けますねなんかねこれ聞いた後はもうこれでいいかなってもうなんか奈々ちゃんとか楽さんのなんかやらかし聞かなくてもいいかなそうだよ全然いい満足、うん、もう全然いいあのむしろ今日はジャスティス会なので、うんそうね、ぜひもうどんどん続けてくださいじゃあもう一つじゃあいつものあの恒例のコーナーをいっときます、はい、とりあえずそうですよ、うんはい、じゃあ続けていっちゃいますよはい月曜からおめでとういイエイイエイはいということでこのコーナーは、うんまあ、まあいつものねあの今日の染め川はいいとしてあの、まあ、月曜日週の初め、うんまあ、ちょっとね憂鬱で今日のスタート仕事行く人とか明日もあるかもしれないけども、まあ、せっかくだったら何かおめでたいことをおめでとうって言ってね楽しく過ごしたいというコーナーでございます、うん、そうですよはい、はい、というわけで、うん、僕からはまずこれをお送りしたいと思います、うん、これはジャスティスなのか正義野心ジャスティス
誕生日おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。それはめでたい。おいくつかというのはジャスティス非公開なので内緒ですけれども、はい、あ、そうなんだ、気になる。なるね、気になるね。はい、ジャスティス2月12日でお誕生日を迎えました。おー、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。誕生日でした。おめでとうございます。ありがとうございます。ほんと最近だね。そう、うん、あのね、これなんかね固まってんだよ。あのさっき言ってた工場長1日前なの。そうなんです。奇跡的に1日違いで。ジャスティス界隈すごい。11、12は誕生で、へえ、っていうところで動画というか生配信をしてたのかな、うん、土曜日に、うん、はい、そうだからこれはちょっと言っとかなきゃな。確かに。ありがとうございます。なんかいい、ね、まあおいくつになったっていうのは言えないんで。設定年齢的なのはあるんですか。もういや設定とかもないないんだ、はい、なるほど。まあ、あの正義野心の見た目はもう出てるじゃないですか、うん、そうだね。なんでまあお兄さんぐらいかなみたいなね。そうだね、おっさんではないなっていう。そうだね。はい、うん、僕じゃないね、僕ぐらいじゃないね。 そこまでいかない。そうだね、お兄さんだね。そうそうそう、誰かフォローしてくれよ。そうだね、そうだね。うんうんうん、もうちょっとそんなことないよってジャスティスからも言って。いやまあね、ホグ兄さんですから。そうそうだ。素晴らしい。そのうちホグ G にするぞ俺。いいじゃん、なんかフォグジーってちょっとなんかそれっぽいよね。なんかゴロいいじゃん。なんかあれじゃない、あの千と千尋とか出そうじゃん。フォンフォンフォンみたいな。フォンフォンフォンじゃない。サンタだわそれ。なんで南国からサンタやんなきゃいけない。12月楽しみにしておきましょう。楽しみ。いやでもあのおめでとうって言った後にね、うん、コメントでもおめでとうございますって来てますよ、うん、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、はい、もうそうね、ちょっと今お誕生日おめでとうの、おめでとうコーナー行った後になんなんですけども、うん、あのコメントでジャスティス一人だけ恥ずかしいエピソード言わされてるっていうの。申し訳ない。確かに。それは確かに申し訳ない。今でやってみりゃそうだな。確かに申し訳ない。しゃあないやんだって、面白かったんだもん。お腹いっぱいだった。それを超えれなかったもん。超えても仕方ないし。ないね、うん、そこの場で、ゲスト食えるレベルでやっぱパーソナリティの面白いことはなかったな、うん、いや食っちゃダメよ逆に。そ う, そうだよ、うん、いやなかなか、いやなかなかない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 、ミキサーミキサーうるさい、ミキサーうるさい。あるんだ。期待しておきましょう。まあでも、ね、あのそう、あの本当にねこういうお話してる、もうこの前の打ち合わせもそうだったんだけども、うん、そんなこんなで、うん、もうそろそろお時間になってくるんですよ。早いね。いやだ、早い、終わりたくないよ。そうだよ。これもうね、ジャスティスにも言ってたんですけど、当日僕あのお誰かがパーソナリティを抑えないと僕ずっと喋ってるから気をつけるねって言ってたの。本当だよ。なるべく抑えたわ。頑張ってね。本当にめっちゃ振ったわ。そうだね。それ分かってた。研修生だけど。いやあの、ね、でもだから、まあ、今回もね、うん、こうやってジャスティスをお呼びできて、うん、でまあまだ始まったばかりじゃん今年もね。そうですよ。で先の活動じゃないけども、うん、今年のねジャスティスの抱負僕も知ってるんですよ。お、いやちょっと待って、これジャスティスから聞きましょうね。そうあのまあちょっとね振りとしてはね、書き留めでね一文字書いてらっしゃって、それが今年の抱負だって、うん、いうことで、ジャスティス今年はどんな年ですか。あ、強くなる年ですね。強くなる。今日かわいい。どうしよう、なんかなんだろうね、こう強くなるかみたいな。そっかみたいな。そうだよなみたいな。そのなんかあれだね、もうお前十分力持ってんじゃんじゃなくって、そうだよね、つけてくんだよねみたいな、その、ね、応援したくなる気持ち。今ね、いろいろフラッシュバックして、そうだよね、踊ってみた、違うよなみたいな。違う、ね、でもね、ほんとね、なんかその動画とか、うん、日々パワーアップしてるのよ。おー、なんかありがとうございます。正義野心のそのリアルっていうか変身前状態も、うん、ほんとつい最近全身の動きが出るように、うん、3D になってたりとか、うん、で去年どんどんそういう風にパワーアップしてエナジーにもなってたりとか、まあ、今年は今年でその強くなるっていうところがあるので、じゃあ我々は守られましょうね、はい、期待です。はい、まずね、その、うん、よく、まあ、あの前回のジャスティスエナジーのホームが、うん、あれは500人突破でだったっけな。そうですね。はい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 、はい、で
今現在はもうちょっとで600人おそうです、あと3人で600人待って待ってよ、やるよやるよやるよ分かっやるよ、もちろんよかったらね、チャンネル登録見てる方もしてください。はい、あの YouTube でね活動されているというところで、まあ、登録者数というところでね、うん、あの段階を踏んでいろんなものが追加されたりとかパワーアップしたりとかっていうところの要素があるので、うん、ちょっとそういうところの経緯もね見ていただければ面白い存在なんじゃないかなって僕思ってるんですけど、どうちゃんと紹介したよ最後の最後の最後だったな本当にもう5分前ぐらい本当にもういやでもな、だからこんなご時世じゃなければさ、うん、本当はジャスティスだと沖縄来てくれる予定だったんだよ ねそうそうなんです、そこです沖縄行こうと思ってたんですけどね、うん、そう沖縄に、なんか沖縄せっかくここまで好きになってくれてるんだから、うん、何かしらね沖縄的な何かをコラボができる未来があると嬉しいよね。そうだね、うん、我々も守られたいし、ね、フォグ G を倒してほしいし倒してほしいお願いだからヒーローカフにしていや、まあね、うちもあのチラステがね今後あの動画とかにも、うん、なんかちょっといろいろとできればいいなとかっていうのもあるし、まあ、僕らの目標もいろいろとあって東京とかね、うん、気軽に僕らも逆に行った時に そうですね、コラボとかしたいですよね。したいしたい、いいですね、ラーメンやりましょう、ラーメン作ってもらおう、あねー食べたい、昨日そば食べたい、そう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 君ら動画見てないから分かるけどめっちゃちくわば熱かったかんなちょっと料理厳しいからな、ね、めっちゃ包丁の手つき怖くて見てらんなかったちょっと変身中はね視界がちょっとあんまり良くなくて、それは怖い、はい、そこもまた応援したいっていう要素につながるから、そうなんですよ、うん、だからまあまあそういうのも含めたらね、うん、なかなか難しいところではあるんですけども、うん、まあご飯とかはね、うん、その変身状態で、ね、作ってもらうの楽しみだなもうしてもらったりとか、うん、もうねなんか正義野心としてそのゲームとか、うん、ラクさんゲーム好きだからねセミちゃんね、まあまあもちろん好きですよ、コラボできたらね、うん、ネット上とかでも面白いのかもしれないし、はい、ぜひ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 、あん時のってやつやりたいなんかこのラジオの話ネタ振るみたいあん時のジャスティさん、あの変なとこと絡んじゃったなって思わないように、なんでいや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 、もう沖縄大好きなんで、じゃあまあ残りねの本当にもう 2,3 分っていうところにはなってしまうので、はい、まあジャスティスから何かこういったこと今後ありますよとかこういったところ注目してくださいっていうのがあれば、あまあさっきも言ったようにチャンネル登録、YouTube で、ジャスティスプロジェクトと調べればチャンネルが出てくるので、よかったらチャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。はい、あと、あと、今週のね、土曜日に、配信番組の方で、うん、ヒーローの教科書っていう配信番組があるので、よかったらあの自分のツイッターの方であのチケットの販売とかもあの URL ツイートしてますので、よかったらそれも見てくれたら嬉しいなって思ってます。お、そう、そこでね、うん、なぜかあのいろいろとそのヴィランの方に教えを請うヒーローが見れるそれは楽しみですね、気になるな、確かに気になるやつですね、ちょっと僕もそれは気になってるんですけどぜひぜひ、はい、そういうところもじゃあぜひぜひご注目いただければというところで、はい、まあ本当に短い時間になってしまったんですけれども、うん、もうお時間となっております。はい、ナナちゃんどう、ヒーロー、ヒーローね、めっちゃ面白かったかっこよかったではなく、なこの1時間でこんなにハマると思わなかった、なんか、うん、もう帰ったら絶対 YouTube 見るので、そう、 ありがとうございます、たくさんもね、したフォローその辺で1ファン獲得してもらえたっていうところかな、ね、多分今日で600人いると思います、はい、ありがとうございます、たくさんで多分598人はい、じゃあもうちょっとだね、うん、うんね、はい、じゃあ600人いったら、うん、チュラステのおかげって言ってもらおう、そうだね、乗っかってくみたいなじゃあ今日はいつもと違って、うん、さっき言ってたあのワードでお別れを、そうですよ、お願いしてもよろしいですかね、はいいけるアドリブいけるかなということでいいですか、今週もチュラステ聞いていただきありがとうございました、はい、ゲストには電撃戦士ジャスティスにお越しいただきました、ありがとうございました、ありがとうございます、それではまた次回お会いしましょう、せーの、
オツジャスティス決まった決まった決まったイエーイ